ください。続きまして、中日ドラゴンズ森重一監督より皆様にご挨拶申し上げます。森監督、お願いします。監督として最後に一言挨拶をさせていただきます。本日最終ゲームにたくさんの人が足を運んでいただきありがとうございました。我々クライマックスを目指し最後まで頑張ってきましたが、このような結果になり、監督としてファンの皆様には本当に申し訳なく思います。すいませんでした。選手たちは最後まで頑張って戦ってくれました。9月に入り厳しい試合、負けられない試合が続きましたが、プレッシャーの中いい経験をしたと思っています。その経験を生かし、来シーズンは一回りも二回りも大きくなってくれることを願います。2004年に中日ドラゴンズ球団にピッチング星として入り、監督の2年合わせて13年間中日球団にお世話になりました。大野はじめ球団関係者、コーチ、スタッフ、いろんな方にお世話になったことをお礼申し上げます。ライトスタンドの応援団の皆さん、熱い応援、力強い声援、最後まで本当にありがとう。クライマックスに連れて行くことができずごめん。来年に期待してください。新しい監督も決まり、中日ドラゴンズは動き出してます。ファンの皆様には今シーズン以上に来シーズンも応援よろしくお願いします。それとともに今シーズンでユニオンを脱ぐ正男、野本、荒木、岩瀬、この人たちの今後温かく見守ってやってください。選手同様よろしくお願いします。この後大事なセレモニーがあります。私はこの辺で結構です。その辺、この荒木と岩瀬と同じ日にユニオムが脱げて幸せです。ありがとうございました。最終戦セレモニーを終了いたします。お疲れ。それではここで1年間の感謝の気持ちを込めまして
監督、コーチ、選手の皆さんから皆様にサインボールを投げ込んでまいります。最後の